肉体の門は田村大二郎が群像1947年3月に発表した小説。戦後日本最初のベストセラー小説でもある。肉体の解放こそ人間の解放であるをテーマに自由な性表現などで話題となった。雑誌連載後、新宿の劇団空気座による芝居が先輩を超えるロングランとなり、これによって一躍有名になった。公演中二日続けて、 同じ席で感激した女性が帝都座の5階から、闘神自殺するという事件も起きた。また、発表直後から、たびたび映画化もされている。昭和21年、GI に母を殺された、浅田船。米兵に姿を隠すように、有楽町の廃墟ビルに米兵とは、絶対に寝ないという起きを持つパンパングループに入り、ズボン姿で暮らすことになった。仲間の町子の裏切りや、 特攻の生き残り、慎太郎の看病、千のライバルである、お清の米兵への復讐の手伝いなどを経て、女たちは、それぞれの道を歩むことになる。男を誘うが、千は、他のパンパンのようにスカートを履かず、いつもすらりとした長身に似合うズボン姿だった。それは逆に男の興味をそそるものだった。いつか金がたまったら、ここで、ダンスホールを開く。 それが船たちの願いだった。アメリカ占領軍の兵士 GI とは決して寝ない。金をもらわずに男と寝ない。これが彼女たちの起きて。パンパン狩りや闇社会の男たちとも果敢に戦う仲間の結束は固い。ありがとうございます。